皆さんこんばんは、三上ちさ子です。こんばんは、音楽プロデューサーの安本慎吾です。いよいよこのエマージェンス三上さんの復活セカンドアルバム、はい、エマージェンスが製品版が今日届いたんですよ。この中で14曲収録されてるんですよ、うんうん、それを1曲ずつ聴いてもらいながらね、その制作秘話をちょっと話していこうと思うんで、はい、それじゃあ行きましょうか。はい、はい、お次は、はい、12曲目、 SA サムライアンセム。そうよね。それでは聴いてください。どうぞ。侍ですね。うん、かっこいいね。うん、うん、これはね、サムライアンセムっていうのは、SA っていうのは、サムライアンセムっていうのの略なんだけど、うん、実はダブルミーニングで、正吾秋山。これ秋山選手のために作った曲なんですよ、はい、実は。シンシナティで今年からね、うん、メジャー挑戦してる、うん、秋山正吾選手のために、はい、作った曲なんですよね、うんうん、っていうのは秋山選手がそのトラジェクトリーをすごく好きだって言ってくださって、うん、でトラジェクトリーを聞いて、そのこう自分も頑張ろうと思ってメジャーチャレンジ挑戦しようと思ったっていうのを伺ったんですよ、うんうん、アリゾナ行った時に渡せたんだよね、そのプロモーション版を渡せて、うんうんうん、それもすごい良かったよね、うんうん、アリゾナで秋山選手とも出会って、そういうこう三上さんもトラジェクトリー渡せてっていうのもあって、うん、でそれをこうすごく気に入ってくださってるっていうのを NHK の方から伺ったので、うん、だったら僕らもまたその岩村監督の時とも同じだけど、うん、その人がそうやって言ってくださるんだったら、うん、僕らもなんかできることやりたいなと思って、うんうん、別に秋山選手に作ってくれとか言われたわけではないんですけど、応援歌をやっぱ作って、それをこう聞いてもらって、うん、励みにしてもらえて嬉しいなと思ったから、うんうん、とにかく作って、はい、届くかどうか分かんないけど作ってみようよって言って、うん、やったんでね。結構スケジュールタイトでしたね。そうで、やるんだったら僕はそのメジャーリーグがいつから始まるかっていうのが分かんなかったり、うん、ギリギリになって7月23日開幕とかっていうのが分かったんで、うん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 、で僕らがそれをやろうよって言ったのがもう6月の半ばとか末ぐらいだったから、うん、もう賞味2週間ぐらいしかなかったんだけど、 でも本当にやるんだったら、そのもう開幕に間に合わせるように届けたいと思って、うん、もう急ぎでやったんですよ。急ぎました、ね、そうなんで、歌もミックスも全部僕がやってもうほぼほぼ楽器も全部僕が弾いて歌は三上さんが、でも二人で全部作った、うん、その曲作って歌詞も作って、うん、でアレンジしてレコーディングしてミックスしてっていうのを2週間
ぐらいでやったんですよ、全部ね、うん、すごい大変だったよね。うん、歌詞もどうしようとか、そうそう、歌詞もその中でも、うん、いやこれじゃダメだって言って結構やり直しもやってもらったので、うんうん、なんかこう最初の歌詞は結構もう本当に秋山選手のためだけに作ったような歌詞だったの、うん、まあその秋山選手のために作ろうって言ったからそれでもいいんですけど、うんうん、それでもこうそれを聞いてもっといっぱいの人に共感してもらえたら嬉しいなと思ったから、うんうん、もっとこう大きな目線で応援、うん、秋山選手を応援するけどもっと大きな目線で歌おうよっていう話を三上さんにして、うん、で歌詞を変えてもらったりとかもして、うん、結果すごいいい歌詞ができて、うんうん、で歌も頑張って撮ってくれてっていう感じでできて、でもうなんとかギリギリ間に合ったんですよ。でもそこからじゃあ秋山選手に届くかどうかもわからないわけですよ、うんうん、それをまずマネージャーに託して、うん、いろいろ動いてもらったら、うん、なんとかこう秋山選手のマネージャーさんと接点が持てて、うん、でちょうど秋山選手のマネージャーさんがアメリカに飛び立つ時だったので、うん、タイミングだったので、うん、あ持っていきますよって言ってくださって、で持って行って秋山選手が聞いてくださったんですよ、ね、うん、でどこにも出してないですけど実はシンシナティレッズの球場、うん、ホームグラウンドで、はい、エッセイをガンガンかけてくれて、そこで秋山選手から三上さんにね、うん、メッセージをビデオレターもいただいたんですよね。感動しましたね。嬉しかったね、うん、あんな本当にメジャーリーグのあの球場で SA が流れてるなんて、うん、もうなんか本当僕震えたんですよね、うんうん、で岩村監督の時もそうだったし、レッドバーンの時もそうだったんですけど、やっぱやってできないことはないなっていうことをすごく感じたんですよね、うんうん、だから2週間にも死ぬ気でやったあのしんどかったのもやっぱやってよかったなと思えたし、それでまた秋山選手が聞いてくださって、これ聞いて頑張りますって言ってくださったことで、もうなんか僕らもまた頑張れるというか、うん、そうやってこう一つ一つこうアリゾナで出会った少ない点がこうやって線で結ばっていったんですよね。その中にこうキーマンとして NHK っていうの存在があって、そこがやっぱ全て、だったんですよね、うん、で我々のスタッフもそうですけど、うん、そのチームでこうそうやってこう三上さんの活動を今こうつないでくださってるっていうのがすごくありがたくて、うん、だから僕らはそれを一生懸命大事にして、うん、なんとか結果に変えていこうっていうふうに今やってるっていう感じですよね、うんうん、すごいなんかそういうなんかすみません僕ばっか話してるけどこれはなんかSA は僕主導でやったので、うんうん、なんかなおさらこう思いがすごく入ってたんですよね、うん、三上さんどう？なんかこう、うん、歌詞的には、うん、秋山翔吾選手の本なんかを読んだりとかしたんですけど、うんうん、2番の緑のスーツケースにっていう言葉が入ってるんですけど、うん、それは、うん、青森の八戸大学に秋山選手がいた時に、うん、お母様がこうその緑のスーツケースにいろんなお土産とかをいっぱい詰め込んでこう練習を見に行ったっていう話を聞いて、緑色のスーツケースっていう言葉を入れたりとか、あとサビね、輝き放て今侍のソウルを見せろっていうサビもね、いい歌詞だよね、違ってたんですけど、やっぱこう海を渡ってこう単独でこうね、なんか十分日本にいても活躍してたじゃないですか、シーズン最多安打の選手でありゴールデングラブ賞も取っていて、なんかそれでもこう現状に満足することなく、よりこう大きなこう目標を目指して海を渡っていくっていう、その精神がすごくなんか崇高で素敵だなと思って、うん、なんかね、私もこれもね、僕も18歳でアメリカに行ったから、うん、一人で、うん、なんか
やっぱその秋山選手はレベルが違うけど、でもやっぱりその一人でアメリカ知らない異国の地に行くってやっぱ不安なんですよ、すごい。それは多分どんだけネームバリューがあるか関係ないです、うんうん、そのアメリカとか言ったら全くゼロになるので、その中で言葉もわからない中でこうやるっていうのは、うんうん、本当になんか支えがないとやっていけなかった。僕もその英語が通じなかったっていう、ホテル通じなかっただけで、もう外出るのが怖くなっちゃって2日間ぐらい外かホテルから出られなかったんで、そのくらいやっぱこう覚悟がいることなんですよね。だからこうなんかこう海を渡るっていうこともそうだし、なんかこう新しく何かを始めようとしてる人がこれを聞いてこうなんかね頑張ろうって思ってもらえたらいい。そうだね、うん、本当そう思う。だからその秋山選手の応援歌だけど、これから何かを始めようって思ってる人たち、すべての人たちに聞いてもらって、はい、これで励みになってもらえたら、励みにしてもらえたらね、はい、すごい嬉しいなと思うんで。でみんなで歌いたいですね。おー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 って。そうね、うん。そういう感じで聞いてみてください。はい、ありがとうございます。